小宮山です。ふみです。わかのビビンです。今回大東文化大学やってきました、はい、ここでの客はキャンパス調査。いや誰も見てないやろこれ。やめろお前誰が目指すね。また誰が大東亜帝国の、はい、まあ、大と呼ばれるね、はい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 、まあね、実態ちょっと調べていきましょう。はい、わかりましょう。皆さんチャンネル登録、高評価、ギャルか、ツイッターさんも絶対にします。ということで調査スタート。わかって TV。 アビリオだよね、バスね、はい、乗り込んでくんや、ああいう感じで。ねえ、ああ、保育園スタイルです。やめろお前、朝家の前に来るんちゃう。公立100周年みたいでね。お、大東文化、あのどうやってできたかっていうと、はい、まあ、当時ね、あの、はい、西洋偏重主義だったわけなんですよね、はい、日本が西洋から学ぼうと、はいはいはい、それを是正するために漢学の精神を元にするためには大東文化と漢学、はい、その結果、はい、偏差値伸びずこの低たらく。やめろお前、中国の敗北。やめろお前、おい、はい、じゃあ大東文化2人組見つけました。おい、えっ、あ、細う。やめろお前、おい、早速、はい、学部とか一応あるんすか。あ、なるほど。なんだと思ったの。あるある。保育園じゃねえぞ。法学部っす。法学部、お、同じく法学部、はい、法律を犯す学部っす。やめろお前、おい。大東文化どんな大学っすか。確かに、まあ席はみんな後ろ座っちゃうんで。授業ね、やる気なくて。前は誰もいないですね。誰もいない。なんで大東文化志望したの。行けるとこなくてここにしました。ああそういうセーフティーネット大学。やめろお前。最後のね、最後の取りでね。将来なんか何するとかあるんですか。おー、確かに。消防士になれたり。消防士、え、法学部から消防士全然関係なくない。いやでも多いですね。あ、多い。まあ、一応公務員だから、あ、まあ、広い資格の勉強しなきゃいけないね。なるほど。一応頭いるんや。え、結構いりました。体力テストもあるでしょ。体力、キョロガリや。脳みそも。やめろ、おい。大東文化、女性関係、うん、その辺も聞きたいんですけど、どうですか。お二人モテんじゃない。彼女はいちゃいます。彼女いる。どこでできたの。バイト先で。バイト先、何バイト。ピザのデリバリーで。大丈夫、注文とか覚えられる。いや、覚えられるわ。大東文化ってみんな中で付き合わない。いる人いますね、もう一緒に授業受けてるとか。うん、てか女子はいるの、大東文化。めちゃめちゃ少ないです。法学部特に少ないです。あー、なるほどね。大級です。え、大級、あ、そんな、そんないない。理系みたいな感じだよ。いや、理系のことあんまイメージできんか。これやめろが。はい、じゃあ女の子見つけました、うん、何を専攻されてるんですか。日本文学で。え、ほら、日本語読めない人が多い大学じゃん。何の話やねんお前。誇張したよな。誇張したよな。日本語って意外と難しいから。おい結構なんか好きな本とかあるんですか。古典で。あ、古典の和歌。取り替え場山の。取り替え場山の。知ってます。いや、知ってます。いいですね。これ、なめ、東大やぞ。なめってないし、なめたら汚いけど。おい。え、結構好きなんですか、ほんまに日本文学は。うん、国語の先生になりたくて。あら、うわ。一冊も大学入るまで本をあまり読んだことない。絶対教えられたくないんですよ。やめろ、お前。俺がめちゃめちゃ教えられたい。いや、美人なだけや。美人で教えられたい。いや、なんか大東文化ってやっぱ結構その先生になる率多い気がするんですよね。あ、そうなの。え、そうですよね。あ、そう、力入れてる。はい、公務員とか多いですよね。あ、公務員多い。さっきも消防士がいたりとか、ね、あ、確かに。税金むさぼり大学。やめろ。大東文化の恋愛どんな感じですか。でもサークルとかだと結構激しい、うん、激しい。おお、激しい、激しい。え、激しい。そんな盛ん。いや、皆さん、どんどんどつぼりハマってます。どんどんどつぼり。私は違います。あ、違う違う違う。日本文学は、まあ、勉強しかない。古典の魅力を教えてくださいよ。古文嫌いの人もね、いるかもしれないんで。ここで面白いことを言わないといけない。あ、すごい、ちゃんとね。はい。ちょっとそういう男女の触れ合いがって言ってたら面白いと思います。古典で、まあ、怒ってる男女のなんかいろんなことは、現在も同じようなことが起こっている。インラン教師。やめろ。すいません、僕が言わせました。すいません。はい、じゃあ女の子見つけました。はい、何を専攻されてるんですか。教育です。あ、おいいっすね。人に物を教える。教えるだろ、それ。何が悪いんだよ、お前。将来はなんか、小中高、どの先生になろうみたいな。小学校の免許取ろうな。あ、どんな教師になりたいとかあります。あ、それさっきの授業でやったんだ。さっき、大丈夫かね、すぐ忘れちゃうから。やめろ。出てこないやろうね。分かった、そんなことねえだ。生徒の悩み聞いたりとか。うんうん、悩み解決はできないでしょうけど、ね。何の話。憧れの先生とかいるんですか。なんか、昔こういう先生がいたから、先生になろうみたいな。はい、憧れっていうことじゃないんですけど、高校の時に私古典がすごい苦手。あ、古典苦手。まあ、全部苦手でしょうけどね。なんだよ。
礼だなお前は。古典が苦手で、はい、古典教えるのがすごく上手な先生がいて、うん、生徒が寝ない工夫とか、寝ない工夫あるんだ、大きい声出して起きろ、フィジカル大東文化の良さとか知りたいんですよ、ね、大学は、はい、あれじゃないですか、あの、うん、絞り出せ絞り出せ絞り出せあるだろ絞り出せもうなんか残りかすみたいな言い方してやめろお前。学部はどちらですか。外国語学部。おお出た。外国語学部もね結構有名ですよ。日本語すらできひん。やめろお前おい。何を学ばれてるんですか。英語。日本語学科です。日本語学科。留学生の方。いや日本人。日本人で外国学部入って、うん、日本語を学んでる、はい、そこが一番多分多いんですよね。やめろ一応、まあ、なりたいものがあって。あんのね。日本語教師に。ああ、なるほど。確かに、ね。海外の方に。最近海外でさ、若手見てる人がいるじゃん。はいはい。こいつから教わっちゃほんとダメですからね、人ね。エフラン大学とか、旧帝国大学とか知ってる。ポレポレとかね。そう、たまに。この3つよう使う用語だ。たまに中学1年生とかが、はい、か仮面浪人とかしてる。そう。自分地方から来てて。おどちらの、高知県か。高知県から。なかなかいないんですけど。わざわざ上京して、大東文化。いいだろう。そこにも。あ、理由がいいね。全部理由あるよ。それ聞きたい。受験の時にちょっといろいろあったんですけど。何ですか、うん、自分もともと書道がしたくて。書道の、はい。で、まあ、大東文化が書道有名。あ、そうなんや。そう、しかしそうだわ、うん。本当は文学部に書道学科ってところがあるんですけど、はいはいはい、そこに行くつもりではあったんですけど、はい、補欠合格だったんですよ。あ、大東文化補欠人の入試結果笑うな。私なんか、武田総運っぽく見えてちょっと見てない。どうですか、実は高知から来て大東文化は楽しいですか。まあ、大学は楽しいですね。最初に、そのオリエンテーションの感じの。はい、友達を作る機会が多かったんで、大学がアシストしてくれて、そうです、うん、2回ぐらいあったんですけど、1回目が学科の先生と実行委員の人たちが斡旋してくれて、はいはいはい、履修登録みたいな感じの、ほったらかししたら組まれへんもんな、やめろお前、おい、2回目はもう完全に友達を作ってみようみたいな、友達を作ってみようっていうのが春にあんねや。いやお前なんか保育園みたいなのやめろ。保育園方式。もうすぐお遊戯会の時期。やめろ、お前、お前。イメージと違うかったってことがあります、うん、逆に。立地が。あ、立地。今は板橋キャンパスで、こっちの板橋に来てるんですけど、はいね、1、2年生の間は学部学部は向こうの東松山。東松山キャンパス。奥ですよ。だまあ、ここも別にそこまでいいとこはない。そう、板橋キャンパスも、まあ、池袋から東京の都心部が近いんですけど、はい、ただバスでね、駅から10分。はい。勉強サボった罰ですね。やめろ、お前、おい。歩け、歩け。おい。大東文化2人組です、はい、思い出とかあります、うん、3年生なんで自分はフットサルやってるんですけど、うん、サークルで、うん、なんか夏合宿泊まりで行ってみたいな。おえなんか急にちょっとスケベな顔してた。鼻の下伸びてねえよ。いや男しかいないんです。男しかいないんです。てかさ、経営学部もさ男女比どれぐらい。7割。サークルは何割ぐらい。9男ぐらいです。9男、じゃあもう1割の女子をみんなで分け合う。分け合うか。大東文化の就活はみんなどんな感じなんですか。3年生の仲間はもうちょっとなんか準備してる。いやでも全然なんか動いてる気が微動だにせず上とも繋がりないんで。 OB も弱い。で行きたい会社もない。ないっす、うん、準備も何もしてない。してないですね。面接言うことも特にはない。特にもうやめたらよ。もうええやん。ないとこよりあるとこ目つけよう。学部と学年は。文学部で4年生です。あ、4年生。ほうほうほう。じゃあもう就活の時期。教材の勉強ですね。教員採用試験。どんな感じなの教員採用試験って。うん、書道なんですけど。あ、書道の、はい、出ました。枠が狭くて結構厳しいんですよね。はあ、そうなんだ、はい、教えたんや子供たちに書道。教えたいですね、はい、せっかくずっと書道やってきたの。あ、そんないつからですか。小学1年生から。あ、小1から書道。達筆やん絶対。自分あのボールペンの字とかめっちゃ下手っす。あ、硬筆はダメなんだ。勇気あった方がいいよ。もうやめろお前。ちょっと見たいよね書道で。確かになんか作品。そうそうそう。え、なんか象形文字みたい。昔の金文っていうやつで。中華料理に飾ってそうやな。いや確かに。え、だからこれ一個一個文字学ばなきゃいけないんじゃん。そうなんですよ。やば。そこだけ負けないっす。ああ。まあ確か書道はね、高田風味もさすがにちょっと勝てないんじゃない。家と字汚いで有名ですおい、ちょっと待ってくれよ。学部と学年は。経済学部の4年です。経済も、ね、4年生はあ。じゃあ就活。あ、そうです。ねえ、花形ですよ経済。学歴がおお、どうなんだよお前。おどうなんですか就活は今。ちょっとやばいっすね。書類落ちたくさん。あ、結構ありますね。大東文化はぶっちゃけ就活で通用するんですか。中だったら通りますよ。大企業は無理。なんつっても無理っすよ。就活今結構苦戦中悩んでる。そうっすね。友達がどんどん通ってて。
友達も通らんやろ。いや、あの他大学あ他大のね、地元のとか。あえ、どの辺行ってんのみんな。早稲田とか。早稲田いるの。いるんや。滑り止めどこにしたみたいな大学で、うんうん、出てた人がいたんすよ、うんうん、高校の友達じゃん。いや、地元の友達で。え、マジで。なんか名前やめろお前に感動してた友達なんです。おー、まあ、それみんな感動するよ。うん、大したもんやん。そんなありがたく聞いてや、やめろお前。なんで関西弁やで。大東文化どうすか、その満足してんのてか進められます。なんか自然が好きならいいんじゃないですか。おー、すごい。1、2年生のキャンパスがすごい自然に溢れてる。東松山どんぐらいかかる、池袋から。でも1時間以上かな。動物の鳴き声かもと。どっから声出てんね。いきます。ちょっとこいつ毒舌キャラ、ね、学歴バカにするかもしれない。すぐ許してください。あ、やめよ。あ、それやめよ、やめよ。あ、ダメやった。ライトの誇り持ってたら。あ、なんだあいつは。やめろ。何学部の何年生ですか。外国語学部、今4年だ。あ、4年生。いいですね。何語専攻ですか。一応英語で。英語専攻、すごい。まあ一応つけといた方がいいです。やめろお前、おい。4年生ということは進路は決まってるんですか。観光系見てます。あ、観光系。すごい。右手に見えますのは、皆さん見ちゃいけない大学です。何やねんお前。左手に見えますのは見ちゃいけない人です。おい、はい、で、ちなみになんで大東文化選ばれたんですか。普通に勉強したくなくて、指定校で。あ、なるほどね。逃げの大東文化じゃないだろうね。戦略です。戦略です。良かったですか。今4年生ですけど、うん、3年行ってみて。ダンスサークルとか入ってた。ダンスサークル、まあ、いいですね。いいですね。やっぱバカほど踊るって言いますよ、ね。おい、おい、おい。なるほど。あ、もう行かないと。行かないとです。大東文化のくせに忙しいや。おいおいおい。というわけでできました大東文化大キャンパス調査。はい、まあ、ちょっとレベルは残念ながらやっぱ低かったですが。おい、やめろお前。まあ、なんか書道が学べたり、うん、なんかちょっと独特なこともやってましたね。ですね、うん、やっぱあの教育が強かったりだとか、はいはい、まあ、いろんなね、その学生生活特徴見えたんじゃないかなと思います、うん、偏差値低い割には頑張ってんちゃうから、うん、やめろお前ね。まあ、学生さんみんな元気そうだったんでよかったかなと思いました、はい、皆さんも検討してみてください。チャンネル登録と高評価、誰かツイッターのインスタも絶対お願いします。じゃあ今日この辺で、バイ。コクッテ TV 第3弾開催決定。素敵な出会いを求める男の子女の子大募集。若手 TV があなたをね、応援します。詳細は概要欄をチェック。